演劇とは見終わって観客に「ああそうかそうなのか」とそこで初めて静かにうなずいてもらえるような芝居に私は仕立てたい聞かれて今。 私の答えうることはこれだけである人それぞれの姿人それぞれの生きている姿彼らは彼らのその生き方を肯定しようとしているい,いえ無理にもそれを肯定しようとしている そのおかしさ、おもしろさ、私はそれを舞台に書き出したいと思っている。となったとき、私は相馬とと子との生き方にのみ重点を置いてはいけないのである。喜劇はまず何よりも、 人間と時代とに対する深い悲しみから生まれるものだということを私はかねがね信じている悲しみが悲しみのままに終わればそれは絶望につながるほかはない私はそこで立ち止まらないためにあらゆる無知を自分の上に加えた灰色の悲しみから褐色の憤りが煙のように立ち上るのを 自然の結果と見ていただがその時初めて自分のうちにうっせきした笑いがこみ上げてきて一つの出口を求めてやまないのを知った喜劇は外になくしてうちにあったのである。 企画企画バカなことだ演劇から遠くなるばかりで小生公園なるものが大嫌いアトリエの方は仕事を主として仕事ができるので私はこの一隅を愛すアトリエの隅で何か考えるのは一番気持ちがいいここでは舞台の上の無理は随分強行するつもりであるけれど アンプレッサリオとしての無理はしない方針であるヒットということはするもよしせざるもよしアトリエは研究し実験しいろいろなものをどしどしやるだろうどしどしやるということが非常に肝心であるアトリエに主義だとか宣伝だとかいうものはない画廊や美術館と反対の場所である 反撃の絵を見てもらう時もあるだろう結局友人だけを案内する気持ちでありここでまで商売しようとは思わない演劇とは